異常量な人間って雨が降らなかったらあんなにフレフレ言ってね。いやそんなもんよ、降ったら降ったでなあ、降りすぎだろうって怒る。少しでは、はい、はい、はい、あ、すぐ終わります。オーケー。はい、エハさん、はい、今日何の日か分かります？え、今日ですか？はい、梅雨入りして。あつきさん、誕生日おめでとうございます。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、コロです。始まりました、ギノガルフ。はい、あつき誕生日ということでおめでとうございます。おめでとうございます。22じゃないですかね、今年で。22ですか。いや、まだ、うん、まだ22だよな。22ですか。心からしたらなんかもう22かって感じです。出会った時が10代だったんで、うんうん、はい、なんかなんだろう、22歳ってやっぱめっちゃ大人って感じしちゃうんですよね、高校生からすると。あ、まあでもそうよな、うん、やっぱりこの20歳っていうやっぱラインを超えると ね、うん、ね、大人な感じがすると思いますけど、もう我々からしたら20も30も変わらないので。そうですよね。もう中学高校だったらほら研修生でじゃないけど、うん、大学のね、うん、大学生がちょっとその授業室に来るって、はいはいはい、来るね、うん、すんごいお兄さんお姉さんに見えたもんね。見えたな、ね、今考えたら2つ3つしか変わらないわけだろ。そう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 、その高校生とね。全然だよな。なんかファって振り返ったらいい匂いがする、いい香りがするお姉さんね。ちょっと大人な、大人なね、女性みたいなね。何何これ何これみたいな。イメージもありましたけど、そうか。まあでも22って言ったらもうまだまだ何でも、もう何でもできますよ。何でも。うん、まあ月はね、あれから一回もギノガルフ聞いたことないでしょうから。そうですね、だけおめでとうっても届くことはないかもしれませんけど、まあ、聞いてたまるかでね。やってるって聞いてますから。まあまあ、多分どっかでつぶやいてたりしないのかな、本人は。ツイッター出してますかね、もうね。まあどっかで、さっき見た時はなかったんですけど。あ、そうですか、うん、まあまあ、じゃあ後で今日中に出してる気します。ね、おめでとうぐらいは伝えたいと思いますけど、なんかあれでしょ、撮影会、あつきも。あ、そうです、ね、撮影会があって、でその前日に生誕、うんうん、生誕イベントがあるみたいです。イベントもね、やるっていうことで、はい、まあいいよね、こうやってやっぱ会いたい人もね、うん、多いだろうし。そうですよね、イベントやってくれるのはね、嬉しいですよね。まあ、OBP ではないですけど、あつきのイベントっていうのは、あつきのイベントってすごいな。すごい、冷静に考えたらすごいね。あつきのイベントだよ。え、何やるの？何やるんだろう。なんか、なんか決まってることあります？もう発表してることあるんですかね。シャケさんちょっと教えて、あつきのイベントって何やるか。パン絡みの何かはあるんですか。こういうのしようかなってのは受けてたんですけど、言っていいのか分からなくて。あ、なるほど、予約した人には内容を。あ、これいいことね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、そうか、ちょっとスペシャル感もありながら。そうね、うん、いやいいですね。パンだな、まあ、パンのこ、なんかパンやってるな、パンの、パン焼いてるな。パン焼くでしょ、パン、パンイベント、パンイベントだな。あ、忘れてるんじゃない、あつきがさ、うん、パン好きっていうの。確かに今思いました。最近もうそれ以外のキャラクターがちょっとインパクトが強すぎて、最初の設定がね、最初はパン好きでね、ギノガルフもね、それで紹介してたというか。まあ、綾瀬のクジラぐらい忘れてるんじゃないですか。綾瀬のクジラ好きなんですか。クジラの、クジラ、クジラよね、あれね。綾瀬丸でしたっけ、サメ、ジンベエサメ、ジンベエサメか、ジンベエサメか、綾瀬、綾瀬丸でしたっけね。そう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 、もうあと最近はもうチャイの、ああそうか、あつきはね、話がありますけど、チャイのね、またなんかね、機会があったらあつきも呼びたいですね。もう22の大人のあつきを、うん、ね、うん、まあまあ今回こう生誕がありますけど、ちょっとまた落ち着いた頃に、うん、はい、呼びたいなと思っております。はい、改めて誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、さあでは、この1週間何があったのかなのコーナーいきましょうか。じゃあ伊波さんから。はい、はい、
まあこの1週間特に何があったっていうのは正直ないんです、うん、ただちょっと気になることというか、どうなんでしょう、うちの近くのコンビニに、うん、まあ、新しいスタッフ入ってるんですけど、うん、僕はあのシャーセーおじさんって呼んでるんですけど、はい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 、もう入り口入ったら、うん、シャーセーって言うんですよ。これあの過剰にまんまやってるってことですね。これはまんまやってます。大げさではないです、うん、シャーセーこう、うんって行くんですよ、うん、で、なんかおにぎりとか、はいはいはい、アイスコーヒーとか頼んでも、はいはい、アイスコーヒーですねーです。ボビーがうんって上がるんですよ。行きたい、ありがとうございました、見たいな、うん、毎回もういつもこのテンション、うん、シャーセーシャーセーがすごい、うん、で、ただ、うん、あのまあちょっと、音量もでかいから、うん、で決して嫌なわけではなく、うんうん、確かに大きい幸せーだよ。ずっと他のお客さん来ても幸せーって、まあまあ元気よくね、うん、お客さんもまあまあ多いんだけど、やっぱちゃんと本当に真面目に真剣にやってるから全然嫌な気もしない、うん、ただただこんな元気なおじさんがいるんだっていうのが最近このコンビニの僕の家の近くのコンビニに入ってきて、うんうん、まあ実はまあ1週間と言わずこの3週間前かなぐらいから入ってるんですけど、うん、僕はこのシャーセーおじさんに当たったら、うん、もうこの日はラッキーとして、ああいいですね、見てますね。なるほど、うん、もうちょっと引っ張ります以上ですか、ありがとうございましたこれあれよね、いらっしゃいませは、うん、僕も大学の頃からシャーとセーだけで通じるっていうのは、はいはい、あの蔦屋のバイトで学びまして、あ、はいはい、いらっしゃいませって毎回言うよりは、うん、シャーセー、シャーセーっていう感じだと、あとニュアンスで伝えるっていうのを覚えて、そうか、シャーセー自体は別に悪くはないの、全然シャーセーで通じるし、うん、あとは僕はスタッフのシャーセーを真似するのを自分で、うん、この人のシャーセーの言い方とかたくさんやってましたね。はあ、なるほど、はい、なるほど。そうそうそう、でもまあ後ろが伸びるんですよ、シャーセー、みんな癖あるよね、癖ある、いらっしゃいますよね、うん、僕がいた時の伝えの T さんの言い方は、うん、シャーセーっていう言い方あ、一応シャーセーなんですね、うんうん、で元気なおじさんなら K さんは、うん、シャーセーっていう言い方、おで一番やる気のなかった、うん、当時大学生だった Y さん、うん、シャーセー本当にすげえなと思いながら、あ本当にそうで誰かが言ったら復唱しないといけないのよ、あ他の店員、そう、自分が見えてなくてもどこかで聞こえたらお客さん入ってきたから復唱しますを、うん、しましょうってなってたから、うん、俺全く同じ声でやってた、あそのテンションのシャーセーとそうだからシャーセーで一応通じるなっていうのを思い出しましたけどね。まあでも元気出ますよね、シャセー背筋が伸びるんですよね、ちょっと会いたいですね、あいやでもね本当に多分50近くじゃないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ元気なんですよ。どうしよう、元気な K さんだったら俺のあれからちょっと年つきたって、うん、あそのちょうど多分今50ぐらいじゃないから、あ本当ですか、その人じゃないですかね、かもな、かもな、うんうん、ちょっと会いたいですね。コンビニの店員さん本当に、うん、なんかやっぱ気のせいかキャラクター強い人が多い気がするんですよね、うんうん、俺よく話しかけられた時期があって、コンビニの店員に、なんか新作をよく買ってたのよ、よく出始めた飲み物とか、あはいはいはい、うん、はいはい、でなんかビタミンボールみたいのが入ってる赤いなんかビタミン C の飲み物みたいのがあって、うんうんうん、あ飲んでみようと思って買ってレジ持ってったら、うんうん、これ美味しいんですかって聞かれて、うん、いやいや新作なんでそっちが売ってるからね、そうそう、ちょっと飲んでみようかなと思いますって、うん、チャレンジャーですねって言われて、うん、おーありがとうございますっていうような会話をしたりとか、はいはいはい、なんかいろんな店員に当たったことあるね、あそう、最近外国人のね、店員さんも多いからね、うん、普通にペイペイとかで、うん、じゃあ支払いどうしますかってペイペイでお願いしましたら、うん、ペイペイって言うからね、あしっかり言う、しっかり言うペイペイっ
ていうのもなんかシャキッとしますね。なるほど、はい、あの外国人さんで言うと、うん、こちら温まりますかいやそれあなた次第じゃないやってくれたら温まるけどと思って、うん、あ大丈夫ですって言ったんですけど、はいはい、いろんな人がね、うん、いますけどね、はい、いいですよね。いいですね、はいはい、あまあコンビニの話ということで、はいはい、シャーセーおじさん、わかりました。じゃあ続いて、僕、はい、行きましょうか。先週のギノガルフの放送を見直したんですよ。あ、先週モノマネ桃太郎、あ楽しかったじゃないですか、うん、まあまあまあ、はい、そうですね、はい、楽しかった。だからこう見直してどうだったかなってやったんですけど、うん、すっごい面白くて。ああそうですか、はい、何が一番面白いかって、はいはい、じゃんけんで負けた瞬間の矢さんのリアクションが一番面白いんですそうですね、モノマネも、まあ、まあまあいいんですけど、うん、じゃんけんで負けた時の矢さんが、うんまあ、4回負けたじゃないですか、はい、うちの2回がすごくて、うん、1つは負けた瞬間にお姉になるんですよ僕そんな感じでした。そうそうそう、どんな感じ。負けたらじゃんけんぽん、あもうやだ言ってた気もするな、それ、うん、確かにそう負けた瞬間、はいはい、でもう一個が俺一番面白かったんですけど、うん、負けた瞬間に刀で切られたみたいになってるんですよ、うん、そうじゃんけんぽん、あこのリズムが、はい、テンポが完璧なんですよ。そうなんです、ね、あこういう笑わし方もあるんだなと , 笑わせようとは思ってないんですけど、だから真剣にやったからこそのリアクションだと思うんだけど、ねうん、1回はこれ絵で見てるから、はい、そのなんかじゃんけん負けて悔しいみたいな表情なんですけど、うんうんうん、音だけで聞いたら完全に刀で切られてるんですよ辻切りにあった人のリアクションあーって言ってるんですこれめちゃめちゃ面白くて、確かに、うん、確かに言ってたかもしれないね。ああそれ4回のうちの2回がもう本当にもうケタケタ笑って、うん、僕3回ぐらい見ましたね。マジですか、そのじゃんけんの、その桃太郎のコーナー。あマジですか、ちょっと聞き直してなんか、うん、あれなんか音源集めてみようかな。ぜひぜひ、これ面白い、ジングルにできます。皆さんジングル久しぶりにできますよ。あ本当ですか、じゃあ、うん、ちょっと聞き直してみます。じゃんけん負けジングル、じゃんけん負け、うん、本当に本当にめっちゃ良かったですよ。本当ですか、うん、人に切られた感じとお姉になる感じもう本当に勝てなかったからね、うん、じゃんけんはそうです、半分以上負けてますからね。そうですね、7-4なんで、7-4は、うん、しかも本当にやりたくなかったんでモノマネ。そうですね、いやでも改めて聞いても、うん、伊賀さんのあのなんだっけ8割は秀逸でしたよ。あそうですか、うん、他にあんなできる人いないなマジで何も分からなかったですからね8割自体。いや心をあんだけ笑わせるってなかなかないよそうだね、涙流してたから、ね、そう流すぐらい良かった、それは良かったんで、うん、だから良かった皆さんの先週のアーカイブ、はいはい、また後でリンクもありますんで、うん、個人的にはイヤさんがじゃんけんで負けた後のリアクションもぜひ、見ていただければなと思います。はい、はい、じゃあ続いて心いきますか。はい、はい、ここは今週日曜参観がありまして、このまあ多分最後の日曜参観じゃないですかね、ここ学生生活高3で。そう、小学校から毎年日曜参観あったんですけど、うんうん、そっかそっか、もう今年で最後の日曜参観で、うん、まあ、で毎年こう一応お母さん来てたんですけど、うん、今年はもう弟のサッカーだったりでかぶってこれなかったんですけど、うん、ここって結構あれなんですよね、日曜参観張り切るタイプの人だったんですよ、うんうんうん、なんかまず顔も可愛くするし、うん、他のお母さんに可愛いってもらいたいから顔も可愛くするし、うん、あの手とか上げるタイプだったんですよ。ギャラリーがいると昔からやっぱテンション上がるんだ。上がるんなんかなんだろう、もう多分だから、うん、周りにも思われてたんですよ、なんかこれちょっと今日キャラ違くないみたいな、気合入ってないみたいな、あんま授業気合い入れないタイプなんですけどなんか授業参観の時だけもう毎回、うん、もう手毎回上げてたんで、うん、先生もあ珍しいねみたいな、うん、あじゃあ心さんどうぞみたいな感じなんで、うん、はあはあ、でもちょっともう高校生になってからはやっぱちょっと思春期入っちゃってるから、ちょっとなんだろうな、このなかなか手挙げれなくてっていう、うんうん、ちょっとその
日曜参観があってちょっと昔のこと思い出したりって感じでした。うん、心高校生に入って思春期入ったの。うん、だいたい中学生とかじゃ。いや中学生の頃お利口さんでした、こうマジで。なんかちょっと遅れてやってきたんだ。うん、今思春期です。わマジか。そうなんですね。今まさに、うん、そう今思春期です。なる。思春期って1年ぐらいだいたい始まった。高校入ってずっと続いてます。長いな。分かんないんですよね。僕もあんまり反抗期とかそういうのも。自分自身だとほら伊沢さんの場合子供も照らし合わせて、いやうちの娘息子も反抗期とかないですけどね。そんな感じたことはない。そんな感じ、うん、感じたことはない。まあ、僕も多分あったと思うけど半年もなかったんじゃないかな。うん、うん、って感じがしますけど。何年生の頃ちなみに。いやあれはでもやっぱ中学ぐらいじゃない。うん、でも中学の時はでももう中学1年2年3年全般的にちょっと機嫌悪かったって、うん、親に対してはなんか機嫌悪かったっ、なんかあのねちょっと機嫌悪くなるというか嫌な不適されてる感じを受けるみたいなのはあったと思うんですけど、うん、そうか心今来てるんだ。今なんか不適されはしないんですけど、うん、恥ずかしがりになってて、うんうんうん、なんかママに、うんツイッターでこの写真出したらって言われて、うん、したら、うん、なんかやだなんかだってこんなぶりっこしてるし絶対出さないとか言ってからよく喧嘩なるんですよ。ママが写真結構撮ってくれるんで、ね、このせっかく可愛く撮れてるからこれ出してって言われるんです、うん、言われるんですけど結構いろんな写真、うんうん、やだこれはなんか可愛くぶりすぎだから恥ずいしみたいな。本心はどうなの。本心はめちゃくちゃ可愛いって思ってるけど、うん、そうなんだそれで思ってるけどやっぱりなんか反抗したいんだよな。反抗したいし、なんかやっぱり友達もめちゃくちゃ見てくるんで、うん、ちょっとなんか、うん、だるいし恥ずいしみたいな。そうか、まあでもこういうのって自然に終わるよね。終わるし、でもこのぐらいの、受け答えっていうか、うん、全然反抗期に入らないんじゃないですか。本当ですか。こう人生で一番反抗してるかもしれない。まあ、そっか、まあその人それぞれによるか。そっか。いや、うん、だから OBP に勝手に応募された時と、うんうん、今が反抗してる。そうそうそう。あの時ぐらいから始まったのか。うん、昔はマジでなんかもう指示ママが言ったらそれが正解と思ってたから、うん、素直になんか素直に全部受け入れてたんですよ。うんうん、もうなんか。なんだろう、赤白帽にミッキーマウスの耳とかつけられてから、うん、学校行ったりとか、なるほど、それでも怒らんぐらいにそのまま学校行ったり、うん、一応嫌は嫌だったのそれは。嫌だったけど、うん、まあ別にママがなんか可愛いって言ってるし可愛いんだなって思いながらそのまま行ったりしてたんですけど。なるほど、ママとも一回喋らんといかんな。そうだな。また来た時にと今度、ね、今度ちょっと座ってもらうか。そうですね、来たらこっちにね、うん、お父さんとはどうなの。ちなみにお父さん、あ、うん、お父さんどうだろう。あんまりなんか会話のなんか話とか。お父さんと、うん、めっちゃ話すんですけど、うん、あでも話すって言っても今回やっぱ塾とかで忙しくて、うん、時間合わないってこともあるんですけど、うん、会った時は全然話しますね。今日学校どうだったとか。あ、うん、心ちゃんからも話する。うん、ここから話します大体。あ、そうなんですね、うん、なんかないんだ、そのしばらく娘と喋らない。まあ喋ったら向こうも喋ってくるけど、うん、娘から俺に喋ってくるってのはあんまりないですね最近は。うん、まあでもなんだかんだで送ったりとかね。まあそれはしますけど ね、そういう時間があるからね。はい、でも大体車の中でもこの車の送り迎えの中でも僕ずっとなんかラジオ聞いてたりとかするんで、うん、なんかなんかまあざっくり言うとお笑いラジオずっと聞いてるんで、うん、あんまりやっぱ娘と会話したことないですね車の中でも。そうか、うん、でも考えたらそれ貴重な時間だからね。だからかもしれないですよ、うん、ちょっと最近、うん、妻にも言われてあんまり車の中でラジオ流さない方がいいよって言われて、一人の時はねいいけどね、うん、そう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 、ちょっと今最近気をつけてるんですけど。そうそう、せっかくなんで。だって同い年だったよね確か、同じ年だから、うん、ここからまあ進学するなり、うん、なんなりしてったらどんどん ね親元からちょっと離れていくわけですから、ね、そうなんですよ、うん、娘も泣かせてみたいな、お笑いで。お笑いでじゃない、じゃんけんで。じゃんけんで娘を泣かせてみたいな。なあ、父親の実力を実力を、ね、出せたらいいですね、うん、はい、 OK、 じゃあちょっとツイキャスも見ていきましょう。
高坊さん来てます。こんばんは、沖縄と梅雨入りですねということで、はい、こんばんは。ね、めっちゃ降ってますね今日ね、はい、降りすぎぐらいですね。誠さんこんばんは。こんばんは、沖縄大好きさんこんばんは。こんばんは。ニセ壁さん皆さんこんばんは。こんばんは、そして高尾さんこんばんは。こんばんは、はい、久しぶりですねなんかね あとマサさん始まってた、こんばんは。はい、こんばんは。火星人さん皆さんこんばんは。こんばんは。ポンポンラブリーさん、今日のチンベルすごくない、なんか音が響いてる、響いてるよ、めちゃめちゃ。いや、いい、ちょっと、いやいや、あの一番いいチンベルです、いいチンベルですね、はい、今日ね見て、いやだから4つあったうちの一番いいやつですそれ。はい、余韻まで聞かせたのに ポンポンラブリーさん、おこんばんは、ハピバー&団結の力ということでありがとうございます。こんばんは。こんばんは。めちゃめちゃいいな。シゲさん、カンナさんやさんこんばんはです、美少女な心ちゃんこんばんは。こんばんは。いっくんさんこんばんは。あとはあすくんさん、カンナさんやさん、心ちゃん、はいさーい、はいたーい、はい、あ、キングス勝ったって。あ、わお、そっか、おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。ファイナル進出、連続だね、すごいね。初戦はね結構大差で負けてましたけどね、うん、日曜日勝って今日も勝った、めっちゃ盛り上がったでしょうね、うん。あとは、あ、現場のスピーカーもベルの音にビビってる感じがします。ほら、いつもと違う、響きが違うって、ではあのシャーセーおじさんと一緒なんですよね。シャーセーっていうのと顔ですね今同じだったのは顔だけです、ね、顔だけでした、顔だけでした。じゃあラジオで全然伝わらないそうよな、俺らちょっと最近ツイキャスに慣れすぎてるよな、当たり前のようにやってる。これラジオ番組ですから、ね、基本はラジオですからね、ラジオなんですよね、はいはい、だからこそ先週のイヤさんがじゃんけんで負けたとの音だけ聞いておくください。切られた感じがするんでね、よろしくお願いします。はい、さあ今日は番組後半で心に残ったあの言葉やりますので、はい、最後までぜひお聞きください。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれなんだっけ、カンナさん、ギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか。え、なんかって何ですか。時間ないのでもういいです。ギノガルフ聞いてください。心さん、バッチリです。ミヤヒラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。だから美味しい、ミヤヒラ乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。じゃあ、はい、のどかの心に残ったあの言葉をお願いいたします。私のおばさんとお話ししてたんですよ、うん、いろいろと。その中の時に言われた言葉です。人はみんな違うんだから、それを思って話したらやめるか心に残ってない。お前コーナー潰す気だな待ってください。残ってないことを発表しようとするってな。ギノガルフ、まあ、一番ダメな例ですね今のね、はい、心に残ったあの言葉で一番良くない例を、はいはい、心に残ってない言葉を言おうとしてますからね。のどかがあえてやってくれましたからね、はい、はい、うん、気をつけていきましょう。はい、ではここからはグッドフィールドグループからのお知らせでは、心お願いします。はい、今日はアガット沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。アガットはシンプルで洗練された中にも地雷感覚のあるファッションジュエリーをテーマに、ダイヤモンドや天然石を使用したジュエリーを展開しています。またオリジナルカットを施した石を使ったジュエリーや、アンティーク技法を用いた
モダンなジュエリーが勢揃い。ギフトにぴったりのシンプルなデザインも幅広く取り揃えています。当店おすすめはダイヤモンドリングと天然石リングの重ね付け。シンプルながらトレンド感のある手元に気分も上がります。重ね付けはもちろん、単品使いでも様になるアンティーク技法が光りますよ。アガットはジュエリーというパーソナルなツールを通じて、いつもお客様の日常をよりプレシャスに演出しています。そして現在アガットでは一緒に働ける仲間を大募集中です。未経験者でも OK。 ジュエリー、アクセサリーが好きな方、ご連絡お待ちしております。詳しくはジョブアンテナという求人サイト、またはお気軽に店舗にお電話ください。電話番号は098-891-6022、 098-891-6022 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日は、アガット沖縄アウトレットモールアシビナー店ということですけれども、まあ、アガットと言いますとね、ジュエリーのお店なんですが、ダイヤモンドや天然石を使用したジュエリー、多数展開しております。でオリジナルカットを施したこう石を使ったジュエリーとか、まあ、あとアンティーク技法を用いたモダンなジュエリー、もう様々なものがありますので、もちろんシンプルなものもありますから日常使いもできますのでね、ぜひ、アウトレットモールアシビナーに行った際はチェックをしていただければと思っております。で現在、スタッフも募集中ということですね。気になった方はジョブアンテナという求人サイト、もしくは電話098-891-6022番、098-891-6022番までぜひご連絡をよろしくお願いいたします。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、それでは続いてお知らせいきましょうか。はい、心いける？いけます。はい、じゃあお願いします。はい、今週末は OBP のライブはないのですが、ニューワールドオーダー撮影会に OBP から私心とニコさん、ヨナちゃん、リアちゃん、そしてアツキさんが参加します。ありがたいことにここの枠は完売してます。ありがとうございます。撮影会に興味ある方はニューワールドオーダーの X アカウントをチェックしてみてください。あともう少しだけ枠が空いてる方もいると思うので、ぜひそっちもチェックしてくれると嬉しいです。お願いします。そして来月開催の沖縄コレクション2024に OBP からヨナちゃんが参加します。はい、そしてその他にも私と同じ事務所からイリーはるかちゃん、そして東京の事務所から OBP の先輩のココナさん、そして我らが花城カレンさんが参加します。お、そうですか。そこもチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、そしてはい、私心が所属しているあるグループ、さっきも言ったんですけど少しの間ライブがありませんが、次のライブは東京遠征になります。芸人クロちゃんプロデュースのクロフェス2024に沖縄代表で出演させていただきます。この機会にまだ OBP 見たことないって人にも届けたいですし、もちろんいつも来てくださる方にもなんかいつもの楽しい OBP のライブをお届けしたいです。はい、 OBP の応援これまで以上によろしくお願いします。 OBP の出演は6月8日と9日10人全員で東京行きますので、東京で待ってます。お願いします。はい、もう楽しみよ ね、はい、うん、はい、ということでぜひ、応援もよろしくお願いします。で、最初に言った撮影会ですけれども、今回は撮影会、ゆなちゃん、これ前々回ぐらいの写真なんです、はい、ゆなちゃん、ね、沖縄コレクションにも出演するということで、はい、ゆなちゃん、はい、そしてで、リアちゃん、はい、リアちゃんですね、はい、でそしてニコさん、ニコちゃん、はい、ニコ、ニコさん、うん、でここも出演します、はい、出演します、参加します。これなんかだんだんレベル上がってきてない？そうですね、なんか、なんだろう、みん、なんかこのファンの方というか、撮影会来てくれる方も、なんか前より撮りやすくなってるって言ってくれたりとか、あ、そうか、撮る側も撮られる側もだんだん、なんか相性が良くなってるのか分かんないんですけど、なんかやりやすくなってるって方も多いですし、初めて来てくれた方も、なんかなんだろう、このここも今撮影が4回目ぐらいかな、なんですけど、なんか撮りやすいって言ってくれてすごい嬉しいです、ああいいですね、まあ心は完売ということで、ね、ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いいたします。矢さんもありますか、はい、お知らせ大丈夫です。大丈夫、はい、はい、今ツイッター見たら、あつきが上げてました。あ、上げてます。そうですか、あの30分前に、あら、あ、はい、じゃあちょっと始まった時ぐらいに上げて、そうね、感じですかね、うん、まあでも聞いてないでしょうね番組はね。はい、そうそうそう、はい、ということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。
さあじゃあ、曲いきますか。曲いきましょうか。はいはい、はい、じゃあ今日は今日は僕の当番ですね。はい、じゃあ矢さんリクエスト曲紹介じゃお願いします。はい、小沢健二さんと世界の終わりでフクロウの声が聞こえる。うちな気分のさ、うん、ナレーション撮ったってさ、終わってた。え、この日の日曜日だった。あ、そうなんだ。忘れてる忘れてる。で、あれここから経由したの一応ん、あ、だから今月っつって、うん、今週か来週どっちだったかなと思ったら終わってた。終わってた。あれってなんかアーカイブ残ったりするの？ないみたいな。あ、そうなんだ。なんかあったとしてもあのネットじゃなくて1年後に放送と。だから内容的に多分ないな。あの社会人野球の話だったの、うん、エナジックとか沖縄とか、うん、だから多分ないだろう。今日2週しますね、この感じだと。あ、2週ですか。はい、いけますか、大丈夫ですか。2週どれ、まあまあ、ね、それとも喋って1週にしますか、ゆるくしますか。うん、フリートークで、そうっすね。フリートークで基本一周でいる人がいるんですよ。うん。どうもあれなんですけど、まあ、まあ。タグだけで終わりました。大丈夫。大丈夫です。もう外は目やんでるよ。生理的になんか、なんかね、すごい。雨好きなんですけどね、なんか雨の日に家行ったりするのとか、昔結構好きだったんですよ、カッパッカで歩くのも。なんだろう、年なのかな、なんか、ええ、なんか、なんか、なんか、授業に行きます。新体制で初めて東京行ってます。あ、そうか。やっぱり、あの、アップカメラできる。はい。サミヤドンって NHK のアニメであったの覚えてる？なんか聞いたことある。聞いたことあるけど。砂の妖精だ。聞いたことあるけど。で、雨、砂の妖精だから雨降ったらもうちょっともう元気がなくなるっていうか、あ、もう雨が苦手で妖精なんだけど。うん、なんかもう砂としか覚えてないけど。お願いしたい。何も覚えてはないな。なんか NHK とかのアニメで、まあ、最近ももしかしたらやっぱ流行ってる。なんか不思議の海のナディアとか、うん、覚えてる。いや俺アニメあんま見なかったの。あ、そうなんだ。うん、なんかなんていうの、リアルなやつが好き。戦隊ものとかさ。あ、そう、ライダーとウルトラマンとかあった。お見合い、お願いしたみやと。最近もでも鬼滅の刃も新しいねシリーズ。あ、そうなんだよね。まあそうですね。へえ。テレビでもやってるし、ネットフリとかなんかでもやってるし。アニメ大好きなんですけど、鬼滅まだ1話しか見てないですよね。1話第1話。あ、これ絶対面白いなと残して。このシリーズのとかじゃなくて本当に第1話。そろそろ追っかけないとめっちゃ忘れがたがってるんで。今回のシリーズで終わりなのかな。そう、柱稽古って、うん、あと20秒ぐらいですね。はい、
白毛以降の酒もあるのかな。あるんですか。あるんじゃないですかね。はい、では間もなくおります。マイク開けます。小沢健二と世界の終わりでフクロウの声が聞こえるでした。今曲の間にちょっとアニメの話になって、はい、まあ、まず一つが昔見てたアニメで、うん、お願いサミアドンっていうね、すごい響きだけなんか覚えてます、全くNHKのアニメで、昔のアニメですか。そう、昔の砂の妖精だったんですけど、うん、いや、なんで思い出したかって言ったら、雨が確かねすんごい苦手の妖精で、うんうん、もう雨が降ったらもうその願い事も叶わなくなるっていうようななんか話だった気がするんですけど、うろ覚えなんですよね。っていうのがあって、うん、で今度はあのキャン君が、うん、僕鬼滅の刃1話しか見てないんですよ。アニメ大好きなんですよって言ってたけど、ね、だけど1話しか見てない。嫌いやし。たまたま。ああそう。見ないんだ、カンナさんはアニメ。僕はね、あんまりアニメって。うん、今思い返した本当に筋肉マンと、あ、そっか、筋肉マン、ね、アラレちゃんとドラゴンボールぐらい。アキラは、アキラすごい流行ったじゃん。全然見なかったです。あ、見なかった、見なかったですね。いや本当にあのどっちかってリアルなやつが好きで、うん、ウルトラマンとか仮面ライダー、うん、特撮系とか、うん、そうそう。心はアニメは、ここはハマったらもう見続けちゃうんですけど、うん、最近だったら弟がサッカーやってるんで、うん、ブルーロックっていう、ブルーロックあのサッカーアニメがあるんですけど、うん、弟が見てたんで一緒に見たらハマっちゃって、それ見てます。なるほど、ブルーロック。スポーツアニメが割と好きかもしれない。ハイキューとか、ハイキューね、その辺は今すごい人気みたいですよね、うん、ハイキューね。スポーツアニメハマりやすい気します。もちろん鬼滅の刃は見てた。あ、もう最終巻まで買いました、漫画も。あ、そうなんだ。そうなんですね。俺フォーカル終わった日に、うん、ほぼ全巻セットを、あの、神奈さん暇になるでしょっつって、うん、大使と純奈からもらったんですよ、鬼滅の刃を。ほぼね、ほぼ全巻セットみたいな、うんうん、一回負けてないです。番組が終わって4年ぐらい経つんですけど、一回負けて、一回負けてないですね。綺麗に放送されたままあって、あんまり読む気にならないんですね、漫画とか。そういうの、そう、まあ、筋肉マンは読んでるけど、そうですね、鬼滅メタロウはちょっと鬼滅メタロウ僕の中では、はい、あんまり響かないです、ね、主人公の鬼滅メタロウね。鬼滅メタロウが、うん、お腹すいたら力が出ない、うんうん、必殺技が鬼滅メハっていう、ね、いろんなのが混ざってるけど、ギャグ漫画っぽく聞こえるけど違うからね。いや全然、基本的にどういうあの内容なの、大まかに言うと。鬼退治です。鬼退治、鬼退治、桃太郎言って思ったけど、まあまあ、でも本当に鬼退治なんですよ、鬼。あ、そう、うん、この人間界に住む鬼を、うんうん、その鬼滅メタロウが、うん、っていう。なるほど、はい、簡単に言うと。僕もあんまり詳しくは知らないんですけどね、うん、なんか要所要所で見るんですよ。だから子供も好きだから、だから映画館とかですごい流行ったじゃない、うん、一昨年とかも大ヒットしたじゃない、うんうん、でも映画だけ見てもすごい楽しめるというか。あ、そうですか、うん、へえ。いや、相変わらず筋肉マンって実は続いてて。あ、まだ続いてるんだ。今はもうやってるんですよ。あれ、先生はもう生きてるよ。生きてる。まあ勝手にあれ、そうでしたっけ。やめてもらっていいですか。失礼しました。生きてますよ。あ、そうですか。はい、はいはい、で今週刊プレイボーイで毎週、うん、あの月曜になると無料で見られるんです、ネットで。ああ、そうなんだね。で後で単行本とか出るんですけど、うん、12時になった瞬間とかも重くて繋がらないんですよ。あ、みんな見てるから。みんな見るから一気に。へえ。そうそう。それを読んで寝るっていうのがなんか。今どうなってるの。今すっごい面白いのよ。前もちょっとギノガルフでも話してたよね、うん、なんかつながってて、あのだから大井相続編があったでしょ。ごめん、筋肉マン、俺たちが見てた筋肉マン、うん、なんだっけ、筋肉すぐるか、うん、は主人公なの。そのまま主人公もちろん。ああそのままだからそれが終わって筋肉マン2世っていうの、息子の話が終わったんだけど、うん、その後に筋肉マンの36巻で終わったんだけど、うん、その続きが始まったのよ。うんうん、10年ぐらい経って、はいはい、で最初にやってた筋肉マンよりは長くやってるわけ、新しく始まったの。あ、そうなんだ。そうだからもう80巻ぐらいまで来てて、すっげえ面白いのよ、うん、超人じゃなくて今超神っていうのが出てきて、うん、それをもういろんな、うん、超神の神は何ですか。神、あ、なるほど、神の戦いなんだ。そう、神が戦う、すもうなんかちょっと語り尽くせないんだけど、その合間には、うん、今までモブキャラだった超人が主役になって戦ったりとか、うん、あれよ、ベンキマンが主人公の
今まさに俺今便器マンって言おうとしてたでしょ相談で、うん、カレクックとかが主人公の回とかがあったりするのよそこで挟んだりで今またいいんですよ本当に本当にちょっと今地球の未来を兼ねてもう悪魔超人正義超人パーフェクト超人がみんな一斉に戦ってます今もあのおならで空飛んだりするんですかその描写はもうないな。もうない。うん。みんな超人みんなシャーっと飛ぶんだけど、筋肉マンだけおならで飛ぶね。ブッ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 っていうね。それが主人公です。それが主人公。牛丼が大好きっていうね。そうですね。はい。さあじゃあコーナー行きましょうか。はい。では参ります。心に残ったあの言葉。久しぶりな感じがしますね。はい、あなたにとって心に残っている言葉って何ですか？深い意味はないのに胸に突き刺さるあの言葉を、それぞれ発表してもらいます。いつぶりぐらい？去年の2023年の4月25日。あ、1年以上やってないんでしょ？1年以上やってない。うん、カレンがいるときにやって、うん、それからやってないっていうことです。ということは心は初めてと。初めてです。いうことですか。はい。はい、あのテイストは分かるよね。分かります。うん、はい。じゃあ、はい、早速やってみましょうか。行きましょう。はい、じゃあ僕からいきますか、うん、どっちからいこうかな。じゃあこっちからいきます。まあやっぱスポーツ好きなんで、はい、いろんなこう選手のインタビューを見たりすることがあるわけですよ、うんうん、で、「報道ステーション」でイチローがマーリンズに行った頃ですね、マイアミマーリンズっていうところに行った時に稲葉さんって方が、稲葉選手ね、元ね、うん、選手がこうインタビューをしに行ったんですよ、はい、で本当にこの人リスペクトしてイチローさんもすっごい長く話聞いてくれるのよ、うんうん、いろいろもう気さくに会話しながら。でその時にあのトレーニングの話になって、うん、で今いろんなあの科学的な効率のいいトレーニングっていうのがだんだんこうね、浸透してきてるけど、それについてあのどうなのと、その目標のとこにたどり着くまで最短にたどり着くっていうことについてはどうですか、うん、って聞いた時の一郎の言葉です、うん、もしそれで目標にたどり着いたとしてもそこに深みはないです、no. これはもうまさにその通り、まあ、最短で絶対いけないって言ってるんですけど、うん、いろんなことを経験してそれで自分で理解していくことによって人間的な深みとか、はいはい、その体の動かし方とかそういうことが、自分に身についていくと、うんうん、だから、まあ人間性としても体としてもそこに深みというものは生まれないって話した時の、やっぱ俺イチロー好きだなと思って。イチローすごいですね。今ほら大谷がもうすごいじゃないですか、うん、どこ行っても話題になって、うん、はいはい、大谷さんが僕もすごすぎて、うん、あんまり魅力感じないんですよ逆に。あ、大谷さんのこと完璧パーフェクト超人じゃないですか、うん、そうだね、うん、何やってもできるし神だね神、さっきの筋肉マンじゃないけど、そうそうそう、超神じゃないですか、うんうん、だからそれよりはなんか人間臭いこういう考えをする、うん、イチローさんの方がなんか僕は響くなっていうのがありました。はい、はい、じゃあ続いて、誰いきますか。はい、いきます。はい、じゃあ心いきましょう。お願いします。やっぱこういうアイドル活動してると結構メンバー同士で深い話とかすることも多いんですけど、うん、ミーティングとかで、うん、だからあ今日どうしよう何話そうかなって悩んだんですけど、うん、まあ敦貴さんの誕生日なんで敦貴、うん、さんともやっぱそういう話いっぱいしてきてるんで敦貴、うんうん、さんのこと話そうかなって思って、うん、2023年東京で開催された OBP ワンマン、うん、まあ、もうここまで行ったら結構分かる人もいるかもしれないんですけど、うん、2023年東京で開催された、うん、ワンマンライブで曲中に敦貴さんが言った言葉です。私たちが OBP の未来です。これはもう名言、これですねやっぱ、うん、敦貴さんって言ったらこうはやっぱこのイメージ強いですね。曲中のイントロで、うん、これも多分リハの時ぐらいに敦貴さんが急に言って、うん、ここもびっくりしたんですよ。あ、そうなんだ、うん、あの何を言うってのは聞いてなかったんで、うんうん、あのリハの時ぐらいに言って、うん、あすごいいいって思って、うん、あのなんだろうやっぱ不安、うん、すごいこの東京メンバーも卒業して、うん、
やっぱ沖縄メンバー最初は不安もやっぱありつつって感じだったんですけど、うんうん、なんかもうなんかあるたびにそうもう未来をこう自分たちが作っていくんだなって思って頑張ってきたっていうのはあるんで、うん、これが心に残った言葉です。いやもう本当にあれはまあ覚悟と決意ですよね、うん、これからの OBP ということで ね、 これあのこれ、ね、どうやって作ったかって番組でちょっと喋ってましたけど覚えてる？覚えてない。ね、綾瀬と相談したんだって、うん、そうで2人でこう相談して作った言葉らしい。あ、そうなんだ。そうだから、まあ、ある意味受け継いでる部分もあるっていう、うん、あの言葉が生まれて確かにあれは名言だったね、うん、ああいい心に残った、ああいい名言だと思います、はい、じゃあ続いて矢さん、はい、はい、いきましょうか。僕はですね、うん、ちょっといつもの心に残ったの言葉とは少し違うというか、うん、テイスト違うんですけど、はいはい、今日、ね、昼に、うん、まあ、会社で、うん、あ今日そうだこのコーナーがあるなと思って何言おうかなって考えてたんですよ、うん、デスクでね、はい、そしたら目の前にあの何何、いやいやいや今日考えてました、いや考えてた、うん、僕のデスクの前にこれがあったのを見つけて、うんうん、これ道しるべっていうやつなんですけど、これ何かというと、はい、実はあの番組担当したザ東牛アワーで、うん、フルゲンモータースの佐久川雅秀さんが、はいはい、うん、闘牛が好きすぎて、うん、自分で闘牛に関する格言を一日一日日めくりで作ったっていうカレンダーなんですよ、はい、もうこれ、まあ、これ佐久川浅井さんなんですけどね、はいはい、こっちね、の言葉をちょっと一つ、まあ、いくつか、うん、まあ、番組でもちょっと紹介したんですけど、うん、好きでなかったものを一つちょっと紹介しましょうかね、ぜひぜひ、まずね、はい、あ、そうそうそう、ちょっと普通もやってみます。じゃあいいですか。はい、お願いします。これは、まあ、その31日あって、うん、そのうちの12日目に出てる、はい、心に残ったの言葉です、はい、他人に自分の牛の自慢をしない。心がポカンとしておりますけれども、はい、ちょっと闘牛知らないんで、そうよね、そうよね、はい、深い意味が分からない。そうですね、これはスタジオでも小刻みの、サーネが、うん、これ牛主にしか響かないですねって言ってました。そうよね。これ全部俺にも全く響いてないあ、まあでもこれは、うん、まあ常に、うん、その牛主は常に控えめであれと、あ、謙虚にということですか。で、弱そうに思わせるのが勝利への道だと。ああ、なるほど、うん、というので他人に自分の牛の自慢をしないっていうところですね、うん、はい、なるほど。あと一個やります？いけるならいっぱいあるんですけどね、うん、いいやつからね、いいやつから、矢さんが響いたいいやつから、ね、じゃあ紹介、うん、まあまあまあ、お願いします。いいやつからね、はい、お願いします、はい、誠さんがんっつってますけど、うん、じゃあこれ21日目、はい、お願いします。牛はわがまま、それでもいい。まあ、なんでこれ持ってきたいや他にいろいろあるだろう、あの日めくりの名言の出してる人、他にもいっぱいあるよ、うん、ちょっとじゃあ一個ちょっと割って、要はトランプじゃないけど、うん、ババってやってちょっと一日ちょっと紹介してみてください、はい、花さんの。じゃあこれ自作で出してますからね、佐久間雅秀さん、27日用です、はい、牛小屋、昔は暗闇、今は涼しいところ。なんか補足があって、暗闇はハエなどの対策のため、うん、今は涼しいところが一番いい、うんうん、しかも一回間違ってシール貼ってます自作ですから、自作です、ね、自作ですからね、はい、まあ、それをもういろんな、これマジでこの牛主たちの間ではこのカレンダー欲しい欲しいって言って響くんだ、はい、もうみんなもらってるみたいですかね。もうで生きる伝説なんて、あの佐久川さんは、まあまあ、名前はね、闘牛士のもう本当に伝説の人っていうか、レジェンドなんで、はい、皆さんもう大丈夫です、
もう一個行こうとしてるけどもういいですよ、あと24個行こう、おいおいおいわ僕じゃあもう一個行っていいですか。もう一個いいですよ、はい、はい、だいぶテイスト変わりますけど、はい、この間日曜日、うん、僕 OBP のライブ見に行ったんですよ、はいはい、うん、でまあそのさっき言った日曜三冠とかがあって、ね、当日 OBP5 人だったんですよ、うん、メンバーねいつもよりかなり少なくて、ニコとルーリーと、はいはい、リアちゃん、リアとユナと、うん、カーヤも行ったんじゃないですか、ね、カーヤの5人だったんですよ、うん、ですごくどうなるのかなって心配してたんですけど、うん、なんか歌も本当にバランスよくて、うん、あ、うまくこうできててよかったなって安心したんですね、はいはい、で曲全部終わって、うん、最後に告知のとこに入ったんですよ、うん、で、いろいろお知らせをした後にこのやっぱクロフェスの話題になって、はいはい、でそこでリアが、うん、島袋リアが言った一言です。プロフェスではしっかり爪垢を残したいと思います、うん、汚いなあ、そうだね、爪垢ですから今気づかなかった、そうですね、確かに俺下から汚いないや、これはいいな、さすがなんですよ、あさすがだから遺伝子を、誰かの遺伝子を継いでるかもしれないですね、あれですね、国家行ったことを、うん、ちょっと真似して失敗してますね今回いつも爪痕は残しますって言ってるんですよ、でなのにどっかで間違えたんでしょうね、うん、爪痕じゃなくて爪垢をしっかり残すっていうしっかりと、はい、そうですね、僕の心に残った言葉でした、またいつか呼びましょう、はい、はい、ということで以上心に残ったあの言葉でした。ギノガルフ、OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれなんだっけ、カナさん、ギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか。え、なんかって何ですか。時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いくぞ、ワンツーチャン。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。おすすめの四字熟語とか教えてもらってよいですか。四字熟語、あれです、朝飯前3文字。ギノガルフ、心なんか響いたのあったら一つ。あ、作川さんのカレンダー。マジですか、うん、どれかちょっと選んでみて。レジェンドの作川さんの、はい、選んだら、ね、できましたって。はい、できました。はい、じゃあお願いします。24日目の言葉ですね。はい、あ、オッケーオッケー、はい、はい、じゃあお願いします。はい、牛も車酔い。なんかちょっと雲車酔いしやすいんで。なんかなんだろう。ね、親近感湧きました。うん、なるほど。うん、という意味ですか。まあ、補足では、まあ、試合の時車で移動した場合はよだれなどで判断すると。なるほど、ちょっと車酔いしては全力で戦えないという作川さんの、まあ、体調の見方ということですね。そうそうそうですね。はい、はい、ありがとうございました。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、僕もっといい日めくり持ってきましょうか。日めくりはまあいろいろありますけどね。日めくりありますからね。まあまあ個性的ないいのがあったら、はいはいはい、ぜひ見つけてい、きたいと思いますけれども、うん、はい、まあ久しぶりに心に残った、まあなんかいいね。そうですね、たまにはね、たまには、うん、いいですね。はい、1年やってなかったんですね。うん、うん、
さあ、そんな中なんですけども、ちょっと一つお知らせが、はい、来週、はい、この番組、うん、ゲストがやってまいります、はいはい、ちょっと久しぶりですかね、うん、ニコがやってきます。はい、日賀のニコさんが、日賀のニコさん来ますか、ね、19歳だけど今最年長ということで、うん、はい、やってくるんで、まあまあいろいろ話聞きましょう、はい、最近はどういう活動してるのかとか、うんうん、最近いろんななんか県外にもね行ってるから結構ちょっとそんな話も合わせて聞けたらなと思いますので、うん、来週ゲスト、ニコがやってきますんでお楽しみに、はい、さあ梅雨入っちゃいましたね。ね、だけど今ちょっと止んでますね。今は落ち着いて、いや、はい、だってほら週末撮影会があるじゃん。そうなんですよ。あ、そっか、なあ、せっかく外が公園が近かったりするんで、うん、外出たらちょうどいいと思うんですけど、うん、だからその時雨降っちゃうと、その時だけでもね、うんうん、まあ、せめて曇りとか、うん、そのぐらいで何度かね頑張ってほしいですけど、うん、でも室内でも綺麗に撮れるようにセッティングというか考えてくれてるんで、主催の方が楽しめるかなと思います。はい、はい、ぜひ、まあ、どっちでもね、まあ、うまく撮れるような状況であれば一番いいと思うんですけど、はい、そちらもぜひ、参加される方は楽しみにしてください。はい、他言い残したことは大丈夫ですね。大丈夫です、大丈夫です、はい。終わりますよ。シャシー。ありがとうございました。生き残るお相手は神田邦弘と伊波優作と心でした。皆さんまた来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。爪垢残した。爪垢。シャシー。顔も見せたいんですけどね、そのおじさんの。いやいい味してるんだ。いい味してますね。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、雨ですけどね。ね。まあまあ、気をつけて。はい。しっかりと爪垢残していきましょう。うん、鼻で笑われました。いや、マジで気づかなかったのよ。あんまりにも綺麗すぎて。そうですね。はい。ということで、じゃあ来週2個やってきますんで、はい、楽しみに。では